加藤清史郎、相良、が芦田愛菜、鵜久森、の死について衝撃告白、最高の教師、第8話あらすじ。俳優の松岡茉優が主演する9日放送の日本テレビ系連続ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に、された、50字、第8話の、場面写真とあらすじが公開された。教師役初挑戦の松岡が演じるのは、蓬莱高校3年 D 組の担任、九条里奈。時代に寄り添い、生徒に寄り添うことを諦めた高校の科学教師。卒業式の日に、担任生徒の誰かに突き落とされ、そして時をそ、遡る。教卓に立ち、目の前に見えるのは1年後、自分を殺害する30人の容疑者。九条は、覚悟を決め、教室、人生、その全てを覆し命がけで生徒に向き合うこととなる。第8話あらすじ。我々は、全力でその理由と向き合いたいと思っています。九条と3年 D 組の本気がもたらした学校の記者会見は、鵜久森、芦田愛菜、の母、美雪、吉田羊、の心にしっかりと届く。自分も今以上に向き合わなければ、と顔を上げる美雪。しかし、向き合うべきは娘を追い込んだ、何か、ではない。あの日、娘は何をするためにあの場所へ行ったのか、最後にどんな顔をしたのか、ただそれが知りたい。だからこの件で誰かが追い詰められるようなことは望まない。そんな美雪の思いを九条も力強く受け止める。だが、教室では一つの事実を獲得した生徒たちがある人物を追い詰める。クラス全員から疑いの目を向けられたのは、相良、加藤清史郎。浜岡、青木ゆずが鵜久森の事件の日に学校に来ていたこと、そしてその浜岡と相良がつながっていたこと、それが露見した教室内で、相良はクラス全体を凍りつかせる衝撃の一言を口にする、あいつは、俺のせいで死んだ、と。彼のその一言の意味とは何か、自分の、本当、をさらけ出せないあなたへ。過去に、自分に、見て見ぬふりを続けた人物は、すべてと向き合う一日を過ごす。彼は本当に犯人なのか？